皆さんこんばんは、マーシーです。私マーシーは現在製品の配送ドライバーのお仕事、こちらをスタートしまして4週間が経過いたしました。本日土曜日に撮影しているんですけども、4週間達成したご褒美に家系ラーメンでラーメン大盛り味濃いめ、ライスはおかわり自由だったのでご褒美を堪能してきました。もう正直言いまして、もう今後の日程につきましては来週で勤務1ヶ月達成いたします。もう1ヶ月で満足することなく、2ヶ月3ヶ月とどんどん先を見据えて、まずは2ヶ月、次は目標なんですけども、現状に満足することなく、どんどん自分自身の中で目標を常に高いレベルで設定して、それに向かって突き進んでいきたいなと考えております。本当に配送ドライバーのお仕事が自分自身に合っているなと非常に手応えを感じております。そもそも配送ドライバーのお仕事自体本当に全くの未経験です。厳密に言いますと、ドライバーのお仕事自体は去年の9月から12月末まで4ヶ月間研修施設内でレストランホールスタッフのお仕事をしていたんですけども、1週間に1回お客様を駅に迎えに行くという、多分トヨタのなんかベルファイアだかボクシーみたいな、ああいう大きい車で迎えに行くというお仕事も担当しておりまして、その時に、自分自身に合っているなと若干の手応えを感じたことがあったので、その時の経験から本格的にトラックの運転とか全くの未経験だったんですけども、送迎のお仕事週に1回なんですけども経験がありましたので、思い切って配送ドライバーのお仕事に挑戦してみたいと、このような思いから求人に応募しまして、その場で引きの強さを生かして内定ゲットいたしました。もう実際やってみますと、もうほとんど一人の時間が多いので、誰にも干渉されることのない、逆に言えば自分自身で全て物事を解決しなければいけないですし、ごまかそうと思えばごまかせることだって仕事上あるんですけども、その分逆に責任感が自分自身の中に湧いてきまして、最後まで責任を持って雇っていただいた会社のためにお仕事を完遂させようということで今働いているんですけども、本当に配送のお仕事、トラックの運転とか、大型トラックではなくて多分2トンもないような、2トンあるかもしれませんけども、 1.5 トンか2トンぐらいのトラックなんですけども、現在マニュアルで運転しています。そして今日土曜日、頑張ったご褒美に家系ラーメンのお店でラーメンを食べまして、帰りにコンビニで寄り道をしてお菓子を購入してきたんですけども、その際に私マーシーも常に将来を見据えている人間ですので、今すぐにどうこうというわけではありませんが、こちらをいただいてきました。こちらの合宿免許のパンフレット2冊フリーペーパーだったのでいただいてきました。配送のお仕事を始めまして、自分自身の中で今すぐにというわけではありませんけども、将来的な選択肢、職業選択の選択肢の幅が、今回未経験の配送のお仕事で自分自身に合っているなと、ものすごい非常にいい手応えを得ることができましたので、将来的な選択肢の一つとして、バスの運転、バスと言いましても、大型のバス、観光バスとかそういう公共交通機関のバスではなくて、マイクロバスの企業の送迎のお仕事とか興味がありまして、ただそのためには普通免許ではできませんので、そういうお仕事をチャレンジしてみたいという思いから、こちらの合宿免許のフリーペーパーをいただいてきてしまいました。マイクロバスの免許なので、確か中型なのかよく分かりませんけども、運送業など就職にも有利、準中型免許取得がおすすめ、比較的難易度が低い。そもそもの話、準中型免許なんてあるということが正直知りませんでした。大型免許に中型免許、準中型まであるとはね。普通免許、これはねあれですけども、いろんな自動車学校が記載されておりまして、マイクロバスって準中型っ
定員14名のハイエースなどの番。ってことはマイクロバスは準中型じゃダメなのかな。出てきましたね。マイクロバスは中型免許もしくは大型免許を取得することで運転できます。他免許に中型車は中型車ハットに限ると記載があれば、その免許は中型限定免許と呼ばれるもの。その限定を解除することでマイクロバスが運転できます。とりあえず中型免許ということですね。中型ホテルシングル、まあいろいろ、まあビジネスホテルとかに私マーシは泊まりたいので、自動車学校のそういう宿泊施設ではなくビジネスホテルが大好きな私マーシはビジネスホテルで生活しながら免許取ろうかなと、まあすぐにではありませんけども将来的な選択肢として考えております。中型13万、税込みで14万。中型限定解除ってどういう意味だこれ。2007年6月2日の道路交通法改正により、2007年6月1日以前に普通免許を取得された方の所持免許は中型自動車8トン限定となりました。車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転することができます。まあこちらの方が分かりやすかったんですけども、要は2007年6月2日以前に普通免許を取得した人は中型、要は普通免許を中型免許へ取得昇格する手続きのことです。それが中型限定解除ということなんですね。分かりました、理解しました。ということで、いろいろと自動車学校のフリーペーパーのパンフレットを見てみましたら、私マーシーは中型の限定解除の免許、こちらを取得すればマイクロバスが運転できるということで、値段的にもまあ頑張ればなんとか貯金で10万近く、まあ10万円以下、確か8万円だか7万円だかって書いてありましたので、頑張れば貯められる額です。すぐにでもというわけではありませんので、自分自身の気持ち的な部分で機が熟したなと判断した場合に、こういう方向性というものも真剣に検討したいなと考えております。最初からね、全くゼロから取らなくてもいいということなので、2007年の6月2日道路交通法改正以前に取得、私マーシャ免許、自動車免許を取得しましたので、確か私マーシャ2002年の8月専門学校に行っている時、20歳の時に夏の短期で自動車免許を取得いたしました。もうマイクロバスの企業の送迎のお仕事って、イメージ的に配送のお仕事よりも、正直こういう言い方もあれなんですけども、楽なイメージが正直ありまして、もちろん責任感的な部分も要求されるのは間違いないんですが、何よりも力仕事がないというのが大きいじゃないですか。製品のお仕事って、製品配送のお仕事って荷物を積み込むので、そこら辺の部分で体力的なことを要求されますので、それであればそういった経験を生かして新たにステップアップして成長していくということも一つの選択肢、キャリアアップとして考えられるのではないでしょうか。まあ今すぐにではありませんので、今しばらく当分の間は現在の会社で健康一滴働く次第であります。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上マーシーでした。